我ながらいい出来にゃ。色も香りも完璧。やっぱりミャーはいつも最高の仕事をするにゃ。あとは冷やして形を整えて最後にトッピングをすれば、あんにゃにゃ、なんかいい匂いがするのにゃ。ぎっ、面倒なのが来たにゃ。クロエ、閉店したのに厨房で何してるにゃ。しかも変な格好してるにゃ。変とは失礼にゃ。ミャーはこういうのを作るときは形から入るにゃ。形からって何を作って、あ、チョコレートだにゃ。これクロエが作ったのにゃ。もちのろんにゃ。すごいうまそうにゃ。一個もらっちゃうのにゃ。ああ、あ、食べない方がいいにゃ。超強力な自白剤入りだから。おにゃ。ああ、危うく食べるとこだったにゃ。なんでそんな危なっかしいもん入れてるのにゃ。これだからアホーニャはアホだし、アーニャなのにゃ。こんなの少し考えればピンとくるのにゃ。まったくピンとこないのにゃ。なんでか教えるにゃ。考える気ゼロだにゃ。まあいいのにゃ。特別にミャーの計画を教えてやりましょい。今はバレンタインとかいうのが流行ってて、みんながチョコを配りまくってるのにゃ。こんな状況ならミャーが少年にチョコをあげてもおかしくないのにゃ。白髪頭にゃ。まあおかしくはないにゃ。でも自白剤入りチョコなんてあげてどうするにゃ。そんなの決まってるのにゃ。少年の恥ずかしい秘密をゲットして、黙っておく代わりにあのプリプリお尻を自由にしてやるのにゃ。自由にって一体何する気にゃ。そんなの決まってるにゃ。触って楽しむのにゃ。と言ってもあまりにひどいことはご法度にゃ。それはお尻道の精神に反するからにゃ。聞いたことない精神なのにゃ。ちょっとツンツンするくらいでいいのにゃ。むしろそれくらいがいいにゃ。極東で言うわびさびの世界にゃ。そんな世界知りたくないのにゃ。とにかくクロエがゲスくて最低な作戦だってことは分かったのにゃ。うん、何とでも言えばいいわ。私は目的のためなら手段は選ばない女、黒猫。なんでお尻の計画でそんなにカッコつけられるのにゃ。鏡見せてやろうか。貴様の名探偵も似たようなものだぞ。とにかく少年のお尻を我が物に大作戦のことは誰にも言うんじゃないにゃ。心配しなくても、くだらなすぎて誰かに言う気なんて起きんにゃ。はいにゃ。ん、どうかしたのにゃ。な、何をそんなに怯えているのにゃ。ミャーの後ろに一体何が。あ、シルに見つかったクロエは黙秘権を行使してたけど、自分の自白剤チョコを食べさせられたにゃ。結局全部ゲロってしまい、その後クロエの姿を見た者は誰もいないのにゃ。ギャー。五感を研ぎ澄ませろ。相手の呼吸の深さが変わるのも聞き逃すな。うん、違和感は必ずどこかに現れる。髪の毛の空気の揺れも肌で感じて。無茶言うんじゃないにゃ。え、こ
髪の毛一本の空気の揺れとか無理に決まってるにゃ。おみあらみたいな化け物と一緒にするにゃ。だが真相のモンスターと対峙する際の駆け引きを教えてくれと言ったのはお前だぞ。物の例えにゃ。ミャみたいな一般市民が真相とか行くわけないにゃ。それくらいわかるにゃ。ミャが求めてるのはもっと気軽で役に立ちそうな駆け引きにゃ。まったく注文が多いな。さあお客様、どうなされますか。レイズ、いや、オールインだ。ブラフを張る相手には本人の意識しない癖があるものだ。思考を重ねることでその癖を見抜けるかが鍵になる。唇がわずかに震えた。コール、フラッシュです。お客様はハイカード、私の勝ちですね。優位な状況は相手の失敗を誘いやすい。優位でも不利でも表情を読まれないことが大事。その辺は暗殺者家業と変わんないわけね。お客様、続けますか。あら、クロエ、そのお金どうしたの。まさかカジノのお金をちょろまかして。違うにゃ、正当な戦利品にゃ。ディーラーしながらちょこちょこ稼いでたにゃ。ディーラーの稼ぎってカジノの稼ぎになるんじゃ。細かいことはいいにゃ。カジノから給料ももらってないんだし、これでチャラにゃ。さすがちゃっかりしてるわね。なんかカードゲームのコツもつかめた気がするにゃ。相手が神様でもなきゃなんとかなりそうな自信もついたにゃ。妙にポーカーに入れ込んでない。このままプロのディーラーになるのもいいにゃ。あ、それなら遊びに行こうかしら。本気にするんじゃないにゃ。ミャは仕事も持ってるにゃ。そこに倒さなきゃなんない相手がいるだけにゃ。ま、個人的な話にゃ、気にすることじゃないにゃ。にゃふふふふふ、ついにこの時が来たにゃ。もうミャは以前のミャとは違うにゃ。ネオクロエのカードさばき、とくと見るがいいにゃ。勝負にゃ、シル。レイズ、それで倒さなきゃいけない相手っていうのとはどうなったんですか。それなんだけど。やっぱり手の足も出なかったそうよ。なんでにゃー。やれやれ、できれば一番関わりたくない場所だったんだけどね。本当に因果な商売。探偵って、今日も疲れた。あ、そうだ、リベリア様に本を返しに行かなきゃ。今のはサウザンドエルフ、こっちには全く気づいてなかったみたいね。やっぱり怖いのは第一級冒険者。まったく、一番厄介な連中が5万といるとか、何の冗談よ。ああ、ああ、なんだこの匂い。な、
私の匂いを。まさかそんなはずは。消臭のアイテムは事前に。いや違うな、逆か。匂いがねえ、他の香りも巻き込んで消え失せてやがる。どんなチートバナよ。匂いがしないなら無視しなさいよ。あれ、ベートさんどうしたんですか。鼻が妙に反応しやがる。不自然に匂いが途切れてるっつうのか。ああ、それなら掃除したからだと思います。昼間ロキがお酒をこぼしちゃって、その時消臭の薬品を使いましたから。チッ、そういうことか。ロキが噛んでんなら時間の無駄だ。バカバカしい、たくだろね。掃除するのまずかったってことですか。うるせえ、てめえはさっさと寝ろ。今の口ぶり、まさか気づかれてた。いや、そんなはずは。確か依頼人の話じゃこの辺りに。酒場の店員にゃ。あ、お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみにゃ。天然で助かったわ。おお、これやこれ。いや、よう見つけてくれたな、この酒。さすが名探偵や。本当にミャーが侵入する意味あったにゃ。ロキ様が自分で探せばよかったんじゃ。前にハメ外した時からリベリアの監視がきつうてな。秘蔵の酒は取り上げられて隠し場所にも行けんかったにゃ。まあ鍵も開けといたし侵入も楽やったやろ。侵入してからが心臓に悪すぎにゃ。あんな化け物の館二度とごめんにゃ。どうかしたのですか。鏡の前でうなり声など上げて。あ、リュウ、アーニャが買ってきたこの衣装にゃんだけど、どう思うかにゃ。どうとは。なんだか地味だと思わないかにゃ。色合いも微妙だし、なんかつまんないにゃ。探偵の衣装というものは概ねそういうものなのでは。探偵が目立ってしまっては良くないでしょう。そんなの知ったこっちゃないにゃ。だいたいミャーは普通の探偵なんて目指す気はないにゃ。ミャーがなりたいのはもっとセクシーな探偵だにゃ。セクシーですか。そうだにゃ。もっと露出多めで見えそうで見えない感じでウブな美少年を脳殺したいんだにゃ。それは探偵の仕事と何か関係あるのですか。断言ですね。そもそもミャーは探偵なんか興味ないにゃ。それで盛り上がってるのはアーニャだけにゃ。でもどうせ探偵になるならセクシー探偵がいいんだにゃ。それはどんな探偵なのですか。お姉さんの色気でムフフな操作をして可愛い犯人の男の子をズキュンさせるのにゃ。なんか言えにゃ。失礼しました。目指す夢は人それぞれかと思います。適当にいいこと言って話を終わらすんじゃないにゃ。こんにちは。あれ、まだやってないんですか。うわっ、何ですかクロイさん、その格好。これは探偵衣装だにゃ。アーニャが買ってきたんだにゃ。探偵ですか。かっこいいですね。そうかにゃ。
とセクシーな方がいいと思わないかにゃ。少年だってそう思うにゃ。それは足とかもっとニョキーンと出して、太ももチラッとして、むむむ、少年今想像したかにゃ、ミャーのセクシー探偵姿を。いやいや、そんなんじゃ。想像してもいいんだにゃ。ほれほれ、足をこうニョーンと出して。いた、何すんだにゃ。リュウ、教育的指導です。そこまでにしてください。でもいいですね、探偵か、かっこいいな。僕も憧れちゃいます。なら少年も探偵になってみるかにゃ。少年だったら大歓迎だにゃ。いや、それはダンジョン探索もありますし。そんなんほっとけばいいにゃ。ミャーたちも店の仕事をサボってやってるんだにゃ。聞かなかったことにしましょう。可愛い少年探偵が助手になったら最高にゃ。よだれが止まらないのにゃ。うひひひ。少年よ、ぜひアニャクロ探偵事務所へ。なんか怖いから嫌です。助けて。ルノアかにゃ、こんな時間にどうしたんだにゃ。ちょっと忘れ物しちゃってね。てかそれよりあんた、その服は何、仕事再開したの？そんなんじゃないにゃ、ただ荷物の整理してたらこの服が出てきたんだにゃ。久しぶりだから着れるかにゃと思っただけにゃ。昼間に着るのもあれだしにゃ。そういうことね。なんか久しぶりに見たな、その格好。もう懐かしいくらいに感じるにゃ。あの頃はいろいろ大変だったにゃ。見合った報酬さえ用意してくれれば仕事はこなすけど。なんて言ってたにゃ。今思えば肩凝って仕方ないにゃ。それ私も一緒かも。何の因果かこんなことになっちゃってね。そういや、あれだにゃ、ふと思い出したんだけど、あの時ルナとは決着ついてないにゃ。何？やる気？やるって言ったらどうするにゃ。別にいいけど、でもやる意味ある？ないにゃ。一銭にもならないし面倒なだけだにゃ。ねえ、そんなことするくらいならぬくぬく寝てたいにゃ。美しい少年のプリプリお尻に囲まれる夢を見ながら、グフグフ。黒猫も変わるもんだね。前からこんなんだにゃ。ああそうなの。はあ、久しぶりにこれを着てみたけど、なんかもうしっくりこないにゃ。私もそんな感じだよ。エプロン姿のが普通になっちゃった。こんなんでいいのかにゃ。まあいいんじゃない、楽しいし。確かににゃ。てか早く寝ないとだよ。明日は早いんだし、寝坊したら怒られるよ。それはごめんだにゃ。じゃあおやすみ。さてと、ミャーも寝るとするかにゃ。ちょっと動いたら破けた。ひょっとして太ったかにゃ。トレーニングを再開するにゃ。明日から運動しなくちゃだにゃ。